お姉ちゃんがいつも使ってるお薬を届けに来ただけで、今はちょうど帰るところ。ごめんなさい、カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど、お姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた？迷惑とかかけてないわよね？おお、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくってオイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。ならよかった、それを聞けただけで十分。この前の感じからしてお前って思ったことをはっきり言うタイプかと思ったけど、どうしたんだ？私もわかってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミング最悪だって。でもあれにはちゃんと理由があったの。お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。いくら精神力が優れていても制御の効かなくなることがある。それにあの時あなたたちが何を相手にしようとしてるのかも私は知らなかったから。それってつまり、ちょっと不器用よね。でも確かに有効な方法なのよ。少なくともしばらくの間お姉ちゃんを冷静にさせることができるわ。とにかく無事に帰ってきてくれてよかった。それだけが私の望みだから本当に嬉しいわ。そこまでして背負う必要があるのか？ちゃんと話し合えば。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。お姉ちゃんって愚痴を人に、特に家族には言わないタイプだから、もしお姉ちゃんに知られたら手助けするのがもっと難しくなるわ。うん、理解してくれてありがとう。まあそんなに心配する必要はないわ。どうにか方法を考えてお姉ちゃんの負担を私も背負うから。じゃあ先に失礼するわね。宴を楽しんで。あ、それともし何か不調を感じたらすぐ私に連絡してね。あ、言っちゃった。まさかあの喧嘩の裏にそんな理由があったなんて。でも悪いのは全部アビスだけどな、あの大悪党め。さあ、最高の祝福と熱烈な拍手を部族の若き勇士カチーナへ。おお、よくやったわカチーナ。みんなありがとう。嬉しい、私もやっと活躍できたよ。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来有望で、きっとこれからも大活躍間違いなしだ。何言ってよ、お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後帰ってからどうなるか分かってるな。いや、あれは友達の誘いをどうしても断れなくてだな。俺も仕方なくチームを抜けたんだ、信じてくれ。初戦を楽して突破したかったからじゃないの？いやいや違うって。実はこの前外で怪我をした継承者にたまたま出くわしてさ、手当てしたんだよ。そしたらどうしてもお礼がしたいって言われてな。カチーナのチームだったら俺一人抜けても問題ないと思ったんだ。だがその結果お前の後を追うようにチームメンバーたちは脱退を考えるようになった。カチーナごめん、本当にすまなかった。でも驚いたわ、君が予順者の戦争に出て最高の栄誉を勝ち取るなんて想像してなかったもの。あなたたちの方はどうだった？
私たちのチームの隊長は試合の前夜に酔いつぶれて当日遅刻したの。だからそのまま資格を取り消されちゃってね。同情する余地もないな。あのバカルおじさん、そこまで言わなくても。ちょっといいかな。私からみんなに話したいことがあるんだ。こうして再びここに帰ってこれたのは、友達のみんなと、そしてエンジン様のおかげ。本当にありがとう。旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは二人とも凄腕で、もし帰化聖夜の巡礼に参加できたら間違いなく一二を争うレベルなんだ。そんな二人が私に学びの機会をくれるって約束してくれた。だから私はこれからもっともっと成長するはず。そして友達のモアラニちゃん、ジャスカお姉さん、キーニチお兄さん、イアンサお姉さんも、旅人さんとパイモンちゃんと力を合わせて私を八神の国から連れ戻してくれた。そんなみんなも歓声を浴びるべき英雄だと思うんだ。だから拍手を旅人さんたちにも送ってくれないかな。お願い。よっしゃ。このお酒で英雄に乾杯。カチーナちゃん、英雄になる準備はできた？正直言うと、こんなにもてはやされる日が来るなんて思ってもなかったから、実感が湧かないな。こうして英雄になったわけだし、次はチャンピオンの連覇を目指さないとな。もうからかわないでよ。ああ、よく来た。君たち二人のために特別にフルーツジュースを用意してある。ひひ、オイラたちの好みまで知ってるんだな。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。違うか？彼らには彼らの人生があるからだ。500年前の人々にナタが滅びるかもしれない。だから肉親や最愛の人を捨て、時間の終点まで行けというのは酷なことだ。考えてみてくれ。この世の万物には終わりがある。だが我々は寿命に縛られているがために、時間という尺度を想像しがたい。例を挙げよう。太陽が数百万年後に燃え尽きてしまう。だから、今からそれを救いに行こう。そのようなことを聞いても、馬鹿げていると思うだろう？この責任を共に負うことを彼らに強いることはできない。加えて、どの時代にも英雄は存在する。もちろん、この時代も例外ではない。故に、彼らでなければならない理由もない。当然、それは私にも当てはまる。だが、私が立案した計画だ。最後まで責任を取るのが筋だろう。あ、思い出した。お前の部屋にあった絵、あれってまさか500年前の家族を描いたものだったのか？ああ、その通りだ。だからあの時、妹がその後どうなったかを聞かれても曖昧な答えしか返せなかったのだ。参考となる資料は非常に限られていたからな。過去の断片をつなぎ合わせることで、かろうじてあの子が建築家と芸術家になったことを知ることができた。かがり木の民の復興では、あの子が多くの建造物を設計して建てたらしい。無論、今やそのどれもが跡形もなく消えてしまっているがな。だが、それでも立派なことだ。誇りに思っている。どうやら君たちは、失うことに対して暗い感情を抱きやすいようだ。その点については、とうに覚悟を決めている。これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれた人々に比べれば、私は十分恵まれているだろう。私は神の名を背負っている。そしてこの肩には
数えきれないほど多くの人の期待がのしかかっているのだ。故に運命の終点へとたどり着かなければならない。そこで、そうだな、この計画の結果ももう決まってるのかもしれない。ああ、分かっている。だがそれがどうしたという？時間がどのように存在するかの話は覚えているか？過去、現在、未来は同時に存在し、どれも等しく重要だ。未来で待ち受けているものが破滅であろうと、目の前の全てを救わなくてもいい理由にはならない。そして、人間は運命を知ることができないからこそ、常に全力で臨める。ここが正念場だ。我々には、まだ二人の英雄が足りていない。いや、正確には三人か。もう一人、どうしても力を借りたい人物がいる。君のアビスへの耐性は実に印象深い。この戦いにおいて、間違いなくキーマンとなる。うなずいてくれるのならば、君の旅を最大限支援すると約束しよう。それだけではない。君のために、新たなコメも作る。コメって作れるものだったのか？ああ、厳しい条件はあるがな。それに作れなければ受け継がれるコメは減る一方だろ。コメを持つようになればナタでの冒険が全て記録され、未来のナタ人も君たちのことを知るようになる。現在反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対する命の保証だと思ってくれ。どんな代価を払おうと必ずこの約束は守る。八神の国から君たちを連れ戻した時のようにな。ナタでは英雄が冷遇されることなど決してない。そうだぞ、もう放っておけないからな。そうか、よかった。ならばこの後すぐ職人のシロネンに連絡する。ナタ人以外にコメを作るのは前代未聞だが、彼女なら何とかしてくれると信じている。僕がありました。エンジンは力の大部分を失っているようです。お怪我をされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。俺は相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそまさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ？お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。